ケチャンネル。おはようございます。朝です。朝6時ちょうどです。今日はとある一大な重大な撮影に向かいます。着きました。川越です。川越です。埼玉県川越です。川越の西明寺さんではお寺で同性同士で結婚式が挙げられるということで、そのホームページ写真のモデルに私採用していただきました。その撮影にセルフ密着です。今から着付け行きます。着付けじゃないか、ヘアメイクか。朝7時です。生の鼻がついております。顔できました。顔まもなくです。さあ、まずは白むくを着てスタートです。私のお相手は久保紗理奈ちゃんという静岡で活躍するフリーアナウンサーの女の子。可愛いですよね。お互い仏像が愛してやまないということで仲良くなったご縁で、今回カップル役としてモデルに参加しております。こうやって参道を歩いてお堂に入って行きます。入道のシーンがこちらです。みんなの顔が見えるかな、はい、で、すみません、そのままですね。派で、お、回っております。肩がコリコリです。重いからね。でも貴族のような扱いです。本当にありがたい、ありがたい、ありがたい、ね、久保ちゃんが綺麗です。竹さんの仲良しと自称している久保です。すごいよ。打ち掛けは 4,5 キロあります。多分、ありますよね、きっとね。打ち掛けの方が重いですか。打ち掛けが、色打ち掛けの方が若干重いと思います。いやー、すごい。ちょっと実際の今日見ながらアングルを決めたいと思います。はい、こういう感じで見ますので、はい。お堂の中では2人の門出をご本堂様に報告して、放水を家事していただいたり、念珠をいただいたり、誓いの言葉を述べたりします。これはですね、午後正明寺を、正明寺を、午後です。生花のフラワーシャワーもやってもらいました。これすっごい楽しい。そうですね、あ、自分のペースでいいですよ。人見なくて、一斉のせめて、じゃあ僕朗読いいかな。一斉のせめていくよ。はい、では一斉の、はい、着替えました。はい、じゃああちらに座ります。さっきより重たい。はい。大丈夫です。何キロだ？10キロぐらいある。いやでも7、8キロ、そんなにない。うちの犬くらいはある。こんにちは。こんにちは。かわいい。見てください。玉野川です。2人とも鶴でーす。鶴です。どっちか2枚取ってもすごい、すごいよ。久保ちゃんのも、はい、すごい、かわいい。ボロッとね、取れちゃった。合ってる ね、すごい素敵。これはもちろんプロデュースですか、ね。色打ち掛けになりました。あ、久保ちゃんかわいいね。結婚式の前撮りとか憧れますよね。これ一生の思い出ですわ。軍となんかあのヤクザの嫁感出てきたね。しかもここ見て、ゴージャス。ゴージャス。すごいよ。すごい。これは一生着れないぜ。そうね。いい機会でしたね。いい機会でした。ありがとうございます。もうちょい頑張れ。頑張る。ありがとうございます。
西明寺さんは映えるスポットがいっぱいあるからいっぱい撮っちゃうし、お花と相性が良くて花手水とかも抜群にセンスがいいんですよね。飾ってあるお花も手に持ってるお花も頭の花飾りもお花屋さんと西明寺さんがタッグを組んで本当可愛いのを用意してくださるんですよ。ラストスパートです。そして副住職千田さん、こんにちは。ありがとうございます。さあ、ここでの第1号のカップルは誰になるんでしょうか。ねえ、誰なんですか、ね、誰になるんでしょうか。いい女がなければ、ね、もうね、あげてたんですよね。外国からも多いんですよ、プラスが。あ、そうなんですね。中国とか、オーストラリアとかね。確かに日本の方がまだそっちの国よりも寛容なんですかね、文化。キリスト教とかがやっぱダメな。ということで、2人一緒じゃラストでーす。久保ちゃん頑張る。綺麗。ふざけない、ふざけない。最後はレインボーカラーのフラッグを持って記念にこんなお写真撮りました。日本初の LGBT 同性婚ができるお寺として、はい、西明寺で一日撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんかこうまずその何でしょうかね、こう LGBT 結婚式をちょっと興味あるなって人へのメッセージを一言。うん、そうですね、やっぱり日本って仏教国で世界的にもこう LGBT を認めてるって珍しい宗教なんですよ。やはりこう日本だからこそこういった結婚式ってできると思うんですよね。日本人の多くやっぱ仏教徒ですから、ぜひですね、この同性カップル、異性カップルに問わず、このお寺で結婚式を挙げるって風習をまず根付かせてほしいですし、で同性カップルの方は、やはりこういった伝統人でもできるんだよっていうのを、私はこの仏さんたちを通じてね、発信したいなと思ってます。うん、はい、少しでも力になれたら嬉しい。ね、本当に。ね、はい、本当日本初ですよね。もう、そうですね。ずっと着想はあったんですか、いつか結婚式やりたいです。それはやはりありましたね。まあ、葬式ばっかやってるとこだと思われたくないなっていうのがありますし、で、まあ、これで同性カップル、異性カップルも隔てなくやりたいなっていうのはもうちょっと構想としてありました。あ、そうですね、もう結婚式に限らず西明寺さんはもう LGBT のいろんな応援、うん、レインボーカラーでね、いろいろされているので、そういった活動もぜひチェックしてみてほしいです。ということで今日は本当にこちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございました。久保沙里奈ちゃんでした。イエーイ。副住職千田明寛さんです。バイバイ。バイバイでした。西明寺さん、素敵な経験をありがとうございました。そして久保紗理奈ちゃん、11時間ぐらいの撮影時間、本当にお疲れ様。素敵だなって思った方は、男性同士、女性同士じゃなくとも男女のカップルでももちろん大丈夫です。ぜひお寺で結婚式、その前撮りしてみてください。